雨の宝塚記念を大外一騎で初 G1 勝利したブローザホーン。この後、ブローザホーンが G1 を勝てるのかが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。ブローザホーン、今後 G1 勝てるのか。北さん VS 里のクラウンみたいな馬場状態になれば秋天勝てるぞ。有馬記念ワンチャン。秋天で道割るになればワンチャン。馬場荒れたら来年の宝塚一番人気になりそう。雨降ったらこの馬に勝てる馬こそいないんだな。これが春天か有馬記念なら十分勝てる実力あるだろ。むしろブローザホーンに勝てそうな馬の方が少ない。府中はきついが有馬ならチャンスある。雨降ったらワンチャン。宝塚は元からそういう単発 G1 馬多い印象だからな。直前の天気に多少は恵まれた感もあるけど、現役の中距離馬が集まったレースの3番人気で勝ち星上げたんだし、一発屋で終わるような感じじゃないやろ。ブローザホーンって春天のコーナリングとかを見たらわかるが、小回りで直線が短いようなコースが合う馬じゃないぞ。大雨降ればジャパンカップも有馬もいけるだろ。大雨の大舞台で帝王ロイヤルと決戦やね。関西に転球したのが、この馬の場合良かったかもね。なんでこの馬は未勝利を勝ち上がるのに苦労したの？デビューから2年の成績見るとダバだと思わせての成長力すごいな。ドージュースがダービー勝った時点では鳴かず飛ばすの未勝利馬だぞブローザホーン。この馬の成長力ならこっからめちゃくちゃ強くなっても不思議ない。夏に夜間放牧でさらに鍛えるらしいからジープみたいになって帰ってくるかもな。日経新春杯で馬体重が戻ったのが大きい。早がれ云々は G1 や G2 のハイレベルなきついレースを10戦くらいしたら、普通の馬は走ったり走らなかったり、成績が不安定になっていくわけで味方がずれている。この馬は未勝利勝ち上がりに9戦を要して重賞クラス走り始めて、まだ56戦だからまだ真面目に走ったということ。短期で逃げれたらとかペースが流れればとか砂かぶらなければとかの、ギャンブルブーストじゃなく雨降って馬場悪くなればの、確定ブースト持ってるのはでかい。よし、馬適性もあるし、荒れた馬場、上滑りする馬場でもしっかり走れるから、この馬こそフランスに連れて行ったらどうや。少なくともドージュースよりはまともに走りそうやけどな。オーナーの牧尾が凱旋門賞に興味ないからな。半持ちだった逮捕が年の前半無双した時ですら周りの声に押されてしぶしぶ行った感じだったし。宝塚で初体感の馬なんて長命バラブリーディさん以外未来がなかったはず。全てを燃やし尽くしちゃうんだろうね。有馬記念は勝ち負けできそう。雨が触ればワンチャン。牧尾だし来年も走るだろうし、今年の菊花賞次第では春天取れるでしょ。ブローザホーンって毎回堅実に走るから実はかなり強いよな。春の G1 馬の中では一番今後もやれそうだけどな。この馬捨て5感あるから侮れないわ。ジャパンカップでデサイルが出ないならワンチャンあるだろ。リバキとかなんか終わってそうじゃん。来年の春天とか勝てるかもしれないし、ジャパンカップ有馬もチャンスあるかもよ。ダンボババだったしな。フロップ勝ちやろ。道割るが合わない馬もいたかもだけど全馬同じ条件だからな。この馬21戦して10戦雨なんだな。ある意味、道割るで鍛えられたんだろうな。秋は天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念を目標にするとのこと。この馬がフィエールマンみたいに東京でいきなり32秒台の足使ったらたまげるわ。ここに来てキャリアハイの上がり使ってきてるからありえなくはないのでは。少し前までは 34.0 台なんて使う馬じゃなかったし。美穂にいたのに新馬戦以降一度も府中走ってないのか。府中で上がり最速出して差し勝つようなイメージはないが、ジャパンカップでどの程度やれるか見てみたいね。イクイノックスがいない今。みんなどんぐりの背比べだからな。秋はコバチャンピオンロードの主役の一頭になるだろう。怪我さえなければ、来年の天皇賞春は勝てる可能性あるだろ。暮れの中山で全然勝負できるだろ。久々にちゃんとしたパワー系。秋も雨は降るからな。時計かかる馬場にまた当たるかもしれん。有馬、春天、宝塚が道割るになればいけるな。馬体重的に凱旋門見てみたくはあるけど、金量きつそうだしないか。不良馬場にかけて凱旋門行って中山フェスタプラスアルファしちゃうかもよ。道割る論シャン 2400m には間違いなく適性あると思うが、生実家 G1 勝っちゃったから凱旋門行くとしたら相当金量見込まれそうでそこが厳しそう。凱旋門へと言いたかったが登録してないだろ。体重クソ軽いし日本馬で一番凱旋門向いてると思うけど、凱旋門って費用が莫大にかかるからな。凱旋門賞って事前のガスト追加料金クソ高いから、よほどの金持ち陣営でもない限り高い金払ってまではいかないよ。確かに追加登録払って参戦すると100万単位でかかりそうだな。100万どころか追加の登録料は日本円で2000万近くかかるよ。凱旋門賞ってコバボバは 61kg だったかが定量じゃなかったっけ。420台の馬には国用ですわ。壊れてしまう。6歳凱旋門賞目標に秋は無理させない。なんてことはないな。スタミナいる長距離馬。菅原で有馬や春天勝ったら大したもの。
来年も梅雨で不良になれば宝塚。不良ババなら天皇賞秋でも勝てると思う。秋天はジェスティンミラノが勝つだろうが有馬はいけるんじゃない？ジャパンカップが一番読めない。秋は復帰&引退をかけてジャックドールが逃げるからまた違った展開になるさ。京都外回り2200メートル以上のレースなら勝てる。あれ？この舞台の重賞ない。今回の宝塚って道悪校舎決着というより、通ったところ良かった馬が上位来たって感じよね。いずれにしても、秋はブローザホーンの進化が問われるだろう。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。